行くぞ。5、4、3、2、1、レッツ。雑魚などに構っている暇はない。一気に叩くぞ。紫、さっき何か言いかけてなかったか。でも今はいい。戦いに集中しよう。あ、そうだな。たとえ教え子でも手加減しないぞ。並々ならぬ覚悟を感じる。何がそこまで鈴音先生を駆り立てているのだ。優勝して欲しいものがあるみたいだけど、一体何なんだろう。私が欲しいものの価値はお前たちにはまだ分かるまい。だからこそ負けるわけにはいかんのだ。せいしょ。味方がやられたみたいだな。よし。じゃあな。たくさん減ったぜ。負けだ。先生、ありがとうございます。あなたの教えでここまで強くなれました。もう終わりか。ちゃんと見ていたか。うそろ。